ふとしろか号は、中華民国の台湾鉄路管理局の電車時強号の愛称である。正式名称は、ふとしろかく強号列車。公式名称は、台湾鉄路管理局手無線系電車。当初は、台湾発の振り子式車両であることから、乗り物用意するのではという懸念があったが、運行開始以後は快適性と速達性で、高い利用率を誇っている。今後は、大鉄、 都市運河の推進に伴い、西部幹線への運用拡大が期待されている。列車名称は、伝統的な自供、拒否狩り、復興といった政治的な命名を採用せず、一般公募によって選定された。一般公募では、諸行、オーロラ、トビウオ、フライングフィッシュエクスプレスなども有力視されたが、2006年1月17日に、正式に、 現場イカギ大学の学生が命名したタロコ、タロコが選ばれた。理由は、沿線の有名なタロコ国家公園の英語と、現住民語のタロコを採用し、中国語や台湾語、発火語のみならず、英語や日本語での表記が容易である点が評価された。しかし、結局大鉄は、ふとしろ角号を独立の車両名称を認めず、自強号、ふとしろ角列車として、 正式に公表した。時刻表には、太白角号も、実況号として表記され、太白角号のマークの見つく形となる。なお、乗車券には、太白角、タロコ EXP と記載されるが、一部の駅、電光案内では、タロコ号の表示はなく、実況号としてのみ表示されている。日本製電車ということもあって、日本人観光客の間でも、 その存在が知られており、そのため、有名な観光地である、九分駅、日本人が誤乗する例が後を絶たず、駅において日本語アナウンスが行われている。太白格号で使用されるテム線型の車両構造は、JR 九州の885系、白いカモメ、ソニックを基本としており、885系と同じく、日立製作所により開発、製造されている。この車両は、 台湾発の振り越し記電車であり、当初導入された区間で所要時間を3割程度短縮した。北目めぐる線、ふとしろ覚悟脱線事故を参照。ありがとうございます。